未解決の失踪事件。現在、日本には多くの未解決の失踪事件があります。例えば、次のような事件があります。太田市パチンコ店女児失踪事件。1996年7月7日、群馬県太田市のパチンコ店から、当時7歳の女児が行方不明になった事件。女児は行方不明のまま。吉川ゆりさん行方不明事件。2003年5月20日、大阪府熊取町で、当時9歳の女児が下校途中に行方不明になった事件。女児は行方不明のまま。山梨県道志村キャンプ場女児失踪事件。2019年8月13日、山梨県道志村のキャンプ場から、当時小学1年生の女児が行方不明になった事件。2年8ヶ月後の2022年5月に白骨化した遺体の一部が発見された。現在も事故と事件の両面から捜査が続いている。これらの事件以外にも全国各地で多くの未解決の失踪事件が発生しています。警察は捜査を続けていますが、事件解決の糸口が見つからず、長年未解決のままとなっている事件も多くあります。未解決事件の被害者家族は今もなお真相究明と再会を願っています。未解決事件に関する情報提供は警察への通報や各都道府県警察のホームページにある行方不明者情報のページから行うことができます。情報提供によって事件解決につながる可能性があります。未解決の失踪事件は事件のことが報道されなくなったり、見たり聞いたりしなくなっていくにつれ、人々の記憶から急速に消えていきます。関心を持っていることで何気に重要な記憶が蘇ることがあります。